皆さんおはようございます。ご多様なところ12月定例会の記者発表にご参集をいただきましてありがとうございます。まずはじめに、この度今治市の消防職員2名が複数の部下職員に対しましてパワーハラスメント行為を行っていたことが発覚しました。ハラスメントは放置できない人権侵害であり、市民の皆さんの生命そして財産を守るべき消防職員がこのような事態を発生させ侵害を損ねる事態となってしまったこと、誠に遺憾であり、市民の皆さんに対して深くお詫びを申し上げます。当該職員並びに管理監督職員に対しましては厳正な処分をもって対処いたしました。今後このような事案が再び起きないようハラスメントに対する相談体制の整備や職員研修を実施するなど良好な職場環境づくりに向け組織を挙げて取り組んでまいります。さて、先月から今月にかけましての2ヶ月、今治に大きなにぎわいが戻ってまいりました。市内外から25万人という大勢の方に足を運んでいただいた今治港開港100周年記念イベント、港フェスティバル100、今治商工会議所青年部の皆さんが中心となって実施していただきました、四国初開催の今治クリテリウム。国内外から7000名近いサイクリストが参加をされ、多くの市民の方々におもてなしや沿道での声援で大会を支えていただいた4年ぶりとなったサイクリングしまなみ2022、今治港を交流とにぎわいの拠点とするべく始まった瀬戸内港マルシェ、そして第1回マルシェに合わせて商店街で開催をされました子どもが真ん中フェスタなど、本当に大勢の皆様方のご参加そしてご協力によりまして町中全体に大きなにぎわいを生み出すことができましたことに対して心から感謝を申し上げます。またマスコミの皆さんにおかれましても休日に開催をされました数多くのイベントを熱心に取材をしていただき、今治市をさまざまなところに広報をしていただきましたこと、新人なる敬意と感謝を表し上げておきます。今後はこうしたにぎわいを単発で終わらせるのではなくて、いかに次につなげていくかという視点に基づき、さらなるにぎわいの創出に取り組むとともに、その効果を今治市全体へと波及させていくことを目指したいと考えてございます。こうしたにぎわい創出に取り組んだ一方で、本市におきましては、新型コロナにもしっかりと対策、そして対応してございます。最近の感染者の状況でございますが、市民の皆さんのご協力、さらには市内の数多くの飲食店、約800店舗あるというふうに言われておりますが、9割近い飲食店の皆さんが、いわゆる笑顔の安心、飲食店の認証をお取りをいただいた効果も相まって、多少の増減はありますものの、急激な増加には至っておらず、他の市町と比較をしましても相当に低い水準で推移をしてございます。ただし、全国的には感染者の数は増加傾向にあり、全国知事会ではすでに感染の第8波に入っているとの認識が示され、ワクチン接種の促進や自宅療養の支援強化などを国に求める緊急提言をまとめたと伺ってございます。さらに、今年の冬はインフルエンザとの同時流行も懸念される状況でございます。本市におきましては、感染の再拡大を最小限に抑えるため、今治市医師会の皆さんの全面協力のもと、個別医療機関、そして集団接種会場にて、ワクチン接種に全力で取り組んでございます。今月からでございますが、
若い働く方々をターゲットにしたナイト接種、妊婦の皆さんに対してのマタニティ接種、これを展開をいたしております。多くの方に安心して接種をいただける体制を確保し、市民の皆さんにおかれましても可能な限り自分自身を守るため、あるいは大切な人を守るためにも、これまでの知見を生かした基本的な感染対策の徹底、年内のワクチン接種にご協力をいただきますよう改めてお願いを申し上げます。もう一点心配な問題がございます。不安定な国際情勢と円安の進行も相まって、電気ガスなどのエネルギーをはじめ食料品などの価格が大きく値上がりをし、市民の暮らしを直撃しています。先月にはこうした状況を踏まえまして、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯などの低所得世帯に対し、1世帯あたり5万円を給付する緊急の支援措置を講ずるために、必要な予算の専決処分を行わさせていただきました。こうした中で本日はエネルギー・物価高騰対応を中心とする12月補正予算の内容など12月定例会への提出予定案件につきまして発表させていただきます。まず議会日程でございます。お配りをしております資料の最後13ページに添付をしております通り、会期の日程は12月の5日から21日までの17日間でございます。提出予定の案件は資料の1ページに整理のように補正予算案が7件、条例案が9件、その他の議案が12件、専決処分などの報告が1件、合わせて29件でございます。補正予算案の概要でございますが、補正予算の規模は一般会計8億2369万2000円、特別会計が7204万9000円、企業会計がマイナスの119万3000円、合わせて8億9454万8000円となってございまして、補正後の全会計の予算総額を前年同期と比較をいたしますと、0.4% の増となってございます。それでは6ページからになりますけれども、予算の主なものについてご説明をさせていただきます。今回の補正予算はコロナ禍に加え、エネルギー、食料品などの価格が著しく高騰する状況を踏まえ、国の電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用し、その効果を最大化できるよう、地域の声なき声をしっかりと組み上げ、真にお困りのところにくまなく政治の光が行き届くよう、市民生活の維持と事業活動の継続に向けた予算を盛り込んだところでございます。まず大項目の一つ目でありますけれども、新型コロナウイルス感染症対策の強化とエネルギー価格物価高騰対応についてでございます。市民生活と事業活動における物価高騰等に伴う影響を緩和するための方策を掲げてございます。番号の1から3は市民生活への支援策となります。番号の1でございますが、現在少子化対策に加え子育て支援策として第2子以降を出産する子育て世帯に対し、紙おむつの購入を支援する笑顔の子育て応援事業を実施しているところでございます。またこれと並行しまして、コロナ禍での経済的支援として出生したすべての子どもを対象に子どもが真ん中応援券を交付し、新生児を養育する子育て世帯の負担軽減を図っているところでもございます。今回はおむつ券の対象となっていない第一子に対して子どもが真ん中応援券を追加交付することによりまして、物価高騰に伴う子育て世帯の負担軽減を図るとともに、
出産を希望する女性が安心して産み育てられるような環境整備を強化しようとするものでございます。番号の2つ目でございますが、18歳以下の児童を養育する子育て世帯に対する支援でございます。両括弧1は、発育期の子どもを養育する子育て世帯に対し、応援金を給付することで、価格高騰が著しい食料品等の家計への影響を緩和するとともに、マイナンバーカードの取得加算を設け、子育て還元の申請手続きなど、育児負担の軽減につながるカードの利用と、その取得を促進するための予算でございます。両括弧には、恒常的な生活介護の負担に加え、物価高騰によりさらなる負担を伴う、重度障害児を養育する子育て世帯に対し、応援金を給付し、生活支援を行うとともに、介護負担の軽減を図るための予算でございます。番号の3でございますが、市民生活に密接な生活衛生事業者へのエネルギーなどの価格高騰に対する支援でございます。両括弧1は、公衆浴場、クリーニング、理容、美容業を営む事業者に対し、電気・ガス料金等の高騰に伴う影響を緩和するため、それぞれの影響額に鑑み、1事業者あたり5万円、クリーニングの取次書におきましては1万円を助成し、事業継続を支援をしてまいるものでございます。両括弧には、燃料高騰の影響を受ける飼料、飼料、浄化槽、汚泥収集運搬清掃の許可業者に対し、両括弧3は、一般廃棄物収集運搬事業者に対し、1台あたり最大3万円を助成することで、事業の継続を支援し、市民生活における安定的な衛生環境の維持を図ってまいります。番号の4でございますが、全額県費による事業でございます。肥料価格高騰の影響を受けにくい経営体質への転換を促すため、配合飼料価格安定制度の加入者に対し、支援金を給付することで、畜産農家の飼料コストの低減、並びに収益確保の取り組みを支援をするものでございます。番号の5につきましては、コロナ禍による贈答用などの需要減少に加え、原材料価格の高騰の影響を大きく受けるタオル還元の斡旋事業者に対し、また番号の6につきましては、軽油、灯油等の燃料高騰の影響を大きく受ける大島石採掘事業者、並びに製造過程で使用するブタンガスの高騰の影響を大きく受ける菊間瓦製造事業者に対し、それぞれ影響額の一部を助成することで、事業継続を支援し、本市の基幹産業と伝統産業の生産維持を図り、産業振興による地域経済の再生に注力するものでございます。番号の7でございますが、給食費などの負担軽減による子育て支援策でございます。両括弧1および両括弧には、6月補正で計上しました保育所、学校給食費等につきまして、食材費の上昇率が見込みを上回りますことから、それぞれ追加計上するものでございます。両括弧さんは、市内で子ども食堂を運営する団体に対し、食材高騰による影響額の一部を助成することにより、子どもが安心して過ごせる居場所づくりの場としての、安定的かつ持続的な運営を支援するものでございます。番号の8でございますが、市が直接管理をしてございます庁舎、小中学校及び給食施設におけるエネルギー価格高騰に伴う光熱水費の不足見込み額を補正計上するものでございます。番号の9につきましては、指定管理施設における施設燃料費、ガス、電気料金につきまして、一定の基準を上回る
影響の大きな施設を対象に、指定管理者に対して影響額の一部を補填するものでございます。次に、大項目の3としまして、デジタル化の加速、スマートシティ今治の推進でございますが、番号の10、地域課題の解決への活用に向けて、次世代航空モビリティ空飛ぶ車でございます。この空飛ぶ車につきましては、9月議会におきまして、現段階での今治市の思い、そして夢について市民の皆さんに答弁をさせていただいたところでございます。有人飛行によるデモフライトを実施し、その安全性や地域への効用に対する市民の皆さんの理解を深めるとともに、社会需要性を高め、遠く内障害の社会実装の実現に向けた機運の醸成を図っていくための予算でございます。本市の風光明媚なロケーションを生かした観光面での需要や、交通や日用品の配送など、生活面での需要、さらには救急医療や防災面での活用など、近未来の今治の空への導入可能性などについて、検討を進めてまいりたいと考えてございます。続いて大項目6、一人一人が輝く今治のソースでございます。番号の11でございますが、小学校での基礎学力の向上に向け、各校の課題を分析し、取り組みを進めているところでございますが、授業以外の時間を有効活用し、課外活動の一環として児童が学ぶことのできる、放課後学習チャレンジ事業を実証的にスタートさせるための予算でございます。小学校5校をモデル校として指定し、次年度以降の展開につなげてまいります。続きまして、大項目の7、防災減災対策で災害に強いまちづくりについてでございます。国の内事等に伴う県営港湾整備事業のほか、7月から9月に発生した大雨等にかかる水防活動費と、農業用施設や道路などの災害復旧費を計上し、施設の回復と安全性向上により、市民の命を守るための対策を図ってまいります。こうしたもののほか、その他の項目以降におきましては、特別会計、公営企業会計における人事異動等による人件費の増減、電気料金等の高騰による光熱水費の増加等による補正と、それぞれに伴う一般会計からの繰出金の等をそれぞれ計上するものでございます。予算案以外にも、人事院の給与勧告に鑑み、職員の給与、議員及び特別職の期末手当を改定する条例案のほか、公の施設の指定管理者の指定を行う議案などを提出してございます。発表は以上でございますが、各事業の詳細につきましては、後ほど時間を取らせていただいて、総務部長、財政課長から個別にご説明をさせていただきたいと思ってございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。私からは以上でございます。